むつみです。今日はエフェクターレビューをやっていきたいと思います。アニマルズペダルさんっていうメーカーから今回提供いただきましたので、そちらを紹介していきます。冒頭の演奏にもあったように、今回紹介するのはオーバードライブです。そのオーバードライブがこちら、じゃじゃーん、サーフィングポーラーベアベースオーバードライブモッドバイ BJF。 こちらのエフェクターはアニマルズペダルさんから出ているベース用のオーバードライブです。つまみはレベル、ドライブ、トーン、とてもシンプルですね。ここにリンゴ食べてる、これリンゴなのかな、リンゴ食べてる白クマが書いてあるんですよ。お値段は税込みで 12,980 円です。こちらのエフェクターベース用では珍しい TSK のオーバードライブになります。 TSK って言ったらアイバニーズのオーバードライブが有名ですけど、もともとギター用の回路なんですね。 TSK ってその回路だとどうしてもベースで弾いた時にすごくロー感がなくなってしまう、低音が寂しくなってしまうっていうので、 BJF エレクトロニクスっていうすごく高いいいエフェクターのメーカーがあるんですけど、そこのビルダーさんがモディファイしたものです。それによって低音がなくなってしまう、ローが寂しくなってしまうっていう欠点を補ったのがこのエフェクターですね。なのでしっかり音が太いままドライブがかかってくれます。 TSK の歪み方ってやっぱり独特なので、この歪みが欲しい方っていうのはね結構いると思います。ではどんな音なのか聞いていきましょう。3つのセッティングで弾いてみました。どうぞ。ベーシストのためのオンラインサロン、むつみのベース塾を開設いたしました。超初心者の方向けのレッスン動画、スラップ、タッピングなどのテクニカルな奏法の解説動画、音楽理論の講座、僕の持っているすべてをここで話しております。むつみのベース塾の詳しい説明の動画と、むつみのベース塾のリンクは概要欄に貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。皆様お待ちしております。はい、いかがだったでしょうか。結構ねこの TSK の歪みっていうのがよく分かったと思います。最近のモダンな歪み方ではなく、オールドライクな歪み方だと思います。このエフェクターの音単体で聞くと太く歪んでる感じですよね。なのでギャンギャン言うことはありません。アンサンブルに入った時すごく混ざりのいい歪み方をします。浮かないってやつですね。冒頭のデモ演奏もう一回聞いてみてください。すっごい歪んでるんですけど、ベースの芯を損なわずにちゃんとベースの役割を果たしてますよね。でめちゃくちゃ抜けないのかって言われたらそうじゃなくて、ところどころおかずを入れてみました。ちゃんと抜けて
てますよね。スラップの音もちゃんと抜けてます。で、細い弦に行くほど音が細くなるっていうのはあるあるなんですけど、このエフェクターをつなぐとドライブ感が出て細い弦でも音が太くなります。そしてサスティーンも伸びるので弾いていてとても気持ちいい感じになります。で、僕のおすすめはこれくらい上げなくてもいいですね。僕これくらいがいいと思います。ここまで上げちゃうとなんか歪みすぎて音が潰れちゃうんですよね。潰れてしまって細かいフレーズとか弾いてしまうと多分何弾いてるかわからないので、これくらいを僕はおすすめしますね。で、トーンの聞き方はゼロにしても音が全部こもるわけではなくて歪みの音だけこもる感じです。この見た目からは想像できないような渋い音が出るエフェクターでしたね。ピッキングのニュアンスにもすごく応えてくれます。なんかアンサンブルになるとベースが寂しいとか、そういう方いると思います。そういう方におすすめです。よかったら試してみてください。というわけで今日の動画は終わります。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやっているのでそちらもよろしくお願いします。サブチャンネル、作曲チャンネルもよろしくお願いします。ではでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。